突っ込みニュースランキンキグ時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介、はい、まずは第5位、うん、昨日行われたセ・リーグ阪神対中日戦で阪神の近本浩司外野手は、うん、右ハムストリングスに強い張りを訴えて途中交代しました。はい、さらに 高橋ると投手も左ひじに違和感を覚えた模様で、うん、完封を目前に降板しました、うん、試合は阪神が6対1で勝ちました、はいまあ昨日阪神勝ってヤクルト負けて0.5ゲーム差に縮まったんですけれども、はいうん、とはいえですね、まあ、1回にいきなり近本選手が交代、うん、そしてえ完封目前だった高橋投手が9回の、えー、マウンドで投球練習してるときにんということで降板ということですから勝ったはいいんですけれどもちょいと心配な 要素が出てままいりました、ね、とはいえ、ですね、えー、ともう本当に残り厳しい状況というのは変わらずに、はい、阪神、残り、えー、3試合なんですけれどもこれ仮に全部勝つと仮定して、はい、全部勝つと仮定しても、えー、ヤクルトが残り5試合3勝2敗でヤクルト優勝なんですよね。<ー> <laughs> とと <laughs> ということを考えると <laughs> 非常に、まあ、タイガースが厳しい状況は変わりないということなんですが、はい、まあまあ、でも、えーね、終盤何があるかわからないという中では一方で、えー、先ほどニュースでもお伝えしましたがオリックスなんですが、はい、オリックス残り1試合です、これロッテに今優勝マジック5出てるんですけれどもロッテ残り6試合あるんですね、はい、仮にオリックスが残り1試合を勝つとして、はい、勝つとしてロッテがこれを上回るためにはロッテ残り6試合5勝1敗じゃないとダメなんです。 <laughs> だからほぼ残り試合は全部勝つぐらいのイメージじゃないとロッテも実は厳しいということなんで<ー>これは逆にオリックスの方が数字的には有利なのかなというところなんですよ、うん、でも最後の最後までこのペナントレースがセッパーともにね、えー、もつれてるというのは本当に楽しいところでございますはいでは続いていきましょうはい続いて第四位です厚生労働省は新型コロナウイルスワクチンの三回目接種券について、うん 11月22日をめどに接種券を対象者に届け12月1日から追加接種を始められるよう準備を進めることを市町村などに通知しました。あのこれ いわゆるこの第6波というものが心配される前に今ちょうど落ち着いてるじゃないですか、はいはい、この段階ぐらいでいわゆるブーストといわれる3度目の接種というのを、はい、例えばまずは医療従事者の方とか高齢者の方から準備していくと、うん、その第6波になるものが防げるんじゃないかというところもあると思いますので本当、はい、このタイミングぐらいにの準備を進めていくって大事なことですよね。続、うんねはい、続いていいててきましょう続いて第3位 ファミリーマートが日本郵政グループと提携し郵便局内に無人決済の,の店舗を設置することが分かりましたツッコミ実は今日は朝コンビニエンスストアに寄ったら石田エさんとばったりと会いまして<う>、えー、それこそファミリーマートの,、はい、<laughs> の無人決済のところに石田さんがいて <laughs> いや今日ニュースでしゃべるからちょっと練習してるんや<ー> <laughs>、はい、そんなことも含めて石田さんにこの後解説しましてもらい,ましょう続いていきましょう。 続いて第は保釈中の被告人らの逃亡防止策について法制審議会は21日、国外逃亡を防止するため裁判所の命令で GPS 端末の装着を命じることなどを可能にするよう古川義久法務大臣に答申しました。 っこれも石田さんに後ほど解説してもらいますけれどもいわゆる保釈金というものを出してですね、はい、で逃亡した場合というのはこれが募集されるんですがお人によってはそれやったらそれでええわとお人という言い方もなんですけどということもあったりするのでその意味ではまずは GPS をつけてその居場所を確認しましょうみたいなところなんですがさあこの辺りその人権とかとというところも含めてなんですが石田さんにお話してもらいます。はい、続いて1位は 大阪府は飲食店などへの営業時間短縮や酒類提供の自粛の要請について 25日に解除することを決めました、はいえー、来週月曜日いよいよこれで全国的にということになるんですが、はい、それに先立って近畿ではですね今日22日から兵庫と京都で、はいえー、いわゆるその時短要請というのが解除されるんですけどこれ各自治体のね対応というのを表で見てみると、うん、まあもちろんお酒の提供とかっていうのは制限はなくなるんですけれども、はい、あくまで制限、えー、その解除がね、えー、であって え各都道府県、自治体ともですねえお酒の提供は9時までにするよう呼びかけとか2時間以内にするように呼びかけるとか4人以下にするように呼びかける <laughs> これ呼びかけと呼びかけというのもね。 えー、難しいですよね、はい、呼びかけます、呼びかけはします、呼びかけはするので、法律的にどうこうとかではないんですけど、あくまでそのあたり、皆さん、えー、ほどほどにということなんですけれどもね <laughs> いや、これはまあまあ、もちろん皆さん、気持ち分かりながらでもありますけれども、いわゆるこの時短要請というものが解除されてくると、まあ、経済活動を回ってくる日本人でも僕らも含めてですよね、とはいえ、浮かれたあかんな、うん、とはいえ、 一度お酒飲んでしまうと、浮かれるのもあるじゃないですか。ありますよね。はい、あの新人歓迎会というものを。 です、えー、MBS 新人アナウンサー前田はじめ3人この春入社しましたが歓迎することなくという方も、ね、<laughs> ぬるっと入りました,ましたちなみにその前の河内アナ山崎アナもちゃんと歓迎会なるものができなかったということなんですけれどもねまあ忘年会シーズンも控えてということになりますけれども、はい、さああ例えばこのお酒をめぐる動きというのが皆さんどんなふうにお感じになるのかということなんですけれどもね、はいまあ、でも25日いよいよ大阪、ね、東京大都市圏でもということになりました。 以上、はい、ツッコミニュースランキングでございました時刻6時23分もありましたこのあと石田エさんの登場ですさあ時刻6時24分もありました上泉雄一の「えナな月曜日」この時間から石田エさん入りますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、えー、少し今やりましたが石田さん大阪も25日に時間が解除されるということ,で、はい、こと月曜日ですね月曜日はい会食は2時間以内1テーブル4人以内を呼びかけられております、うん まあ、二時間はやっちゃいますか。二時間は。四人やね、問題はね。そうですね。でも、確かに、四人以上で飲むというのは。僕もそうですけど、精神的にまだ抵抗あるという方いらっしゃるかもしれません。ね四と五の違いが分からへんの、俺。五となった時。いや、これ、悪いな、お前、あかんねんっていうのもね。そうですね。あの、二時間、石田さん、呼びかけられてますけど。どうです。か二時間は、そんなもんですわ。もう二時間、長いくらい。 そう。二時間長いね。二軒目から。まああのいわゆるこのお酒の文化って、二時間、三時間、二軒目、三軒目というのがあの我々わかりますが無駄なお金を生んできたじゃないですか。経済を回しているっていたただきいそういうことです。ことなんですけれども、まあでもそうでもないと飲食店の特にほらえっと夜遅くから始められるお店ね。そう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 。まあまだちょっとこのカラオケやまちょっと若干。 抵抗がある。抵抗があるのかな。なると、なんでも、そういうお店ってさ。やっぱり、二軒目、三軒目のお店やんか。そうですね。まあ、朝からお店の話をするのもなんですけれども。ちょっと暗いから。まだ、ね。高くなってくる、これ。ね。まあ、これから、本当、忘年会シーズンと言われるとか、入ってきますが、去年は全くもって。そういうことができなかった。し。だから。前田。は、あ、そっか、去年は、まだ、学生だったのか。そうです。ど、どうだったの、去年の年末とか、学生さんとか。去年は、もう。 ホームパーティーというかあ<ー>まあ親友と2人でテイクアウトしてご飯食べるっていうのがもう恒例だったのでもう会食外食するのが今すごく抵抗があって生きづらいです。 かわい前田なんかそのやっぱり学生最後のみんなで「いやちょっとそうそうもうこれでしばらく会えへんな」みたいなので飲みに行こうやんのがないんやないですねでもなんか慣れてしまったような気がしますでもこの世代は卒業旅行も行けてない組ですもんね。いでもそうやって思うと僕ら今ねこの年になりまして学生時代卒業旅行行ったなとかいう話とかもやありますけどそういう思い出話も俺私たちの。 だからまあ前田がねまあ、うん、あとそうやな1年もしたらそう旅行もどんどんさらに行きやすい時に卒業旅行行ってないんで部長あの休みただきますいた時にあそうか行ってこいって君は言わはなあかんねそうですね、まあ,いいすあもちろんあの毎日朝は働く人に優しい会社ですからね。ニュースいきましょうかまずはこちらからでございます。 さあ深掘りツッコミ解説、うん、中国子どものしつけを法制化ということなんですけども、石田さんこ,れこれがね、うん、昨日かな、おとついぐらい、23日、あごめんなさい、えっと、23日までやから、うんえっと、このに土曜日まで一応会議はあるんですよ、全人代というね、中国の、まあこっちでは国会がね、はいうん、えのがあって、その中でいわゆる審議されてる中で、うんえー、家庭教育促進法というのがありましてですね、はい、要は、子どもをちゃんとしつけろという、はい。 うん、法律で、はあ、で、えー、場合によってはしつけてへんだら罰則をするとそう本当どういうところが基準になるんですかじゃあさあもう悪ガキが悪いことですよはね、はい、もう中国ってやっぱりそれぐらいはねこれね、うん、出た時にいろ、うんえー、んな理由が言われたんですよ例えばそのやっぱりこう最近習近平さんとしてその、うん、党をちゃんと中国 という国をちゃんとあの勉強して、なった習近平という人間を勉強して、どうの従いなさいというあれを強めてるじゃないですか。はい、で、その一環かなと思ったら、もっともっとその以前の問題で、ちょっと国のガキこの国のガキ悪いぞと、あもうょっとロールできない、目に余るぞと、そんなに子供ら悪いんですか今みたいですね。僕はなんか10年ぐらい。 しか前にしか行ってへんけどうん、うん、まあしたけどあのー、要はね一人、うん、っ子政策っていうのがもう、まあ、終わってますけども、はい、まだ実その子らがやっと大きくなりだしてるんですよね,すよね、はい、今、はい、よね終わってからの子がね。うん、で一人、えー、っ子政策って14年までやってたんで今21年。うん、今 一番終わってからで一番年ってこうあので七歳で七、うん、歳。うん。はい。です。し、すぐにじゃあ二人目ってなってへんわけやから。はい、そうです。ね。それからほぼほぼ一人っ子政策の子が今子供です。うん。で、もっとあれは始まったのが千九百の八十えごめんなさい七十九年なんで。七十九年。僕の大学入った年からなんですよ。はあ<ぁ>。なのでということは。<え>うん。 親が一人っ子政策の子人なんす。で一人っ子政策の親が一人っ子政策の子を作っている状態なんです。よだからだいたいその始まった年の子が方が四十僕の十年下なんで二歳とか四十代前半ぐらいなんですよね。となると子供がいる時でしょ。おっしゃる通りでね。でえそのもと元と一人っ子は甘やかされて育ってるわけですね。もう大事やから一人しか育たかんねえからお父ちゃんお母ちゃんおじいちゃん A おじいちゃん B あ。 おばあちゃん A おばあちゃん B6 つの財布でよく言うんですよねはい6つの財布で育てられるというんですよで甘やかされて育ってるでそれがまず前提そして最近の中国はめちゃくちゃ教育熱心なんです教育熱心というじゃないな教育熱が過ぎる過ぎるぎるだって最近ねあのうわちゃん僕は寝そべる族って前お昼の映画の時言ってくれたんです最近中国の若い人で大学出たぐらいのかな前田かまあもうちょっと 上ぐらいの人かなもうええと疲れたと俺たち寝とくという人が多いんですよ。未来に対する明るい望みがないのでもう寝そべるとあっちこっちで燃え尽きちゃってる燃え尽きそう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 で全く働けへんとかじゃなくてねあの必要最小限の労働と金があればあとは寝とくという人たちなんですけ何度も聞きますけどほんまに寝てるんでしょ あの映像で見る限りほんまにマ生で寝てるそうなんですかでこれが増えてきたのもまあその過度なね教育の競争のまあある種の反動やないかというのもあるんですよでもう一つネソベル族は結婚制限ですよ結婚しないんですよもうとにかく不可になることはしないで、結婚制限一つの理由が要は子供の教育費がかかりすぎるっていうのがあるんですよ めっちゃくちゃかか金かかるんでそれやったらもう結婚せえへんと、うん、もうあのそんでそん中で今習近平さんはこの言う前にね塾をみにあの全部もうと言った民間の塾をやめさせて、うん、全部あの言っ日本で言うとこの npo にしたんですよ npo、うん、<ー>にするというのは結局どういうイメをすればいいんです非営利です,ですもう塾と儲けとしての塾は禁止したんです、うん ひえりしたんですね。で、えー、まあ。塾の月謝っていうのも、国がこれぐらいしかあかんと。いうのを決めたんです。うんうん、つまり、ざっくり言うと。あの、民間の塾禁止にしたんですよ。で、これも、あの。要は過度な受験競争をやめさせるという。うん 例えばそれ以外にもねあの宿題禁止んかあれですねあの昔「ドラえもん」で「のび太」の世界ですよね、うん <laughs>「ドラえもん宿題のない世界を作ってくれよしょうがないなのび太くん」みたいなそうなんですよ小学校1年生にのはそもそも宿題ダメ3年から6年の間は、まあ、それでもね僕すごいと思うんだけど60分以上の宿題ダメ。 それ守れてるんですかこれから今これからやっていくあ。これからねいやだから学校側がこれは60分でかかるよねっていうので。あ,<ー>あと中学になると90分までいいけど90分超えちゃダメ <laughs> あのすみません改めてですけど、うん、その法律の意味は過度な受験の受,<験>受験を抑制するで、うん、今その 中国は共同富裕っていう言い方してますよね格差をなくそうという中で、うん、格差の結果そのもうお金のある子はすごい塾,塾付けになってるし、うん、お金のない子は塾も行かれへんというのを、うん、なくしましょうというのもベースにあるわけさ。うん、でそんな中で、あのー、もう一つ出てきたのがちょっともう勉強さえしてたら何しても OK という子が中国多すぎひんかと。今まで。ほんまにね 前だね、はい。塾行くのに学校行くのに、はい、子供が親にカバン持たせるんやで。はあ。え逆ですよね普通。 逆っていうか普通は自分でカバン持てっていくんや、うん、親なんかまあついてこようがこよう前がって、うん、まあ僕なんかあの近所に塾あってね送り迎えの車が止まってるだけでもね、うん、なんじゃこんな甘が会社が出てる思ってんねんけど <laughs> それのころちゃうね、うんもう親がカバン持って持つっていうか持たすんねん子供が、うん、親にカバン持ていいよね、うんねへえ<ー>で親も持ちますの持つねん わあうちの缶とかやったらどうやらいことになるんですよ。そうや、はい、ろ。はい、で、あの持たしてその要はその勉強さえしてたらかめへんと。うん。いうのがあって<ー>で子供はねもうあの無茶苦茶な子供がめちゃくちゃ多いですよもう。わがままに。わがまま超わがまま一人っ子政策で。 そもそも甘やかされて育ったのに、うん、勉強さえしてたら親は文句言えへんと思うから、うん、もうなむちゃくちゃゃくなってきてき、まあ、そんなのも全部あって結局だから子供をしつけゆるというのがう法律の中に組み込まれるんじゃないかという。 ものが一つね平等に行こうと平等のためにはその教育格差をなくそうというのが一つやねんけどもう一つが悪書きが多すぎるあのね TikTok ってあるやろあります僕は使ったことないんだけどあれは中国の会社が作ってるんですよご存知でしょその中国の会社があの出してるニュース配信アプリがあるんですねえっとねまあ日本で言ったら「今日のヘッドライン」みたいなニュースアプリがあるんですがそこでがですね2019年2年前の春に書いた 記事が面白くてなぜ日本では中国のような悪ガキをほとんど見かけないのかという記事をだから中国の人からしたら日本の子供ってまずすごいのが学校で掃除してることなんてへえ掃除の時間にみんなで掃除するやん信じられへんねんて守らないっていうことなんですかなんんんであかかねねてて言う勉強しらは で、その TikTok の会社が何で日本は悪書きが折れへんのかという記事をね、書いてるんですがちょっと過剰書きで言いますね理由びっくりするよまずししつつけけと教育、を行っている。逆、これ逆に考えてそういうことは中国はしつけてなないいととうこんですよ。日本ではしつけを行っているで、日本では家庭内の教育を大事にしていて社会のルールを子供に教えることは親の役目でありと考えている。 その通り。っていうことは、中国の人は、ええー、となる、それを読んで。うん、マジで。と、えー、こっちが、ええってなります。うそうそう、その逆やっていうこと。はい,はい、そういうことですよね。で、実は。あの、中国の親は、学校で教えるもんやと思ってるみたいね。<ー>しつけは。あの。 そそれこそ僕北京オリンピックに2008年取材に行った時にあの時にやっぱり世界中からえプレスメディアも含めてお客さんも含めて来ると、うん、その時に中国でねすごいキャンペーンを行っていて「電車は並んで乗りましょう」とそうたな <laughs> っていうのがあの本当に張り紙がしてあってってことは逆に言うと今では「並ぶも何にも扉が開いたら我先に」っていう中で。 大人の子供もみんな育ってきたからそうインバウンドがまだ華やかなりしコロナ前日本のあの南のですねそのいわゆるドラッグストア行くと中国の家で大さんおったけどまあならばそう人が並んでても平気で横から入ってくるあの僕らから見るとおいおいと思うんだけどそれはちっちゃな頃からずっとそうやって育ってきてたらそう、それはええ悪いじゃなくてそうなんですよねそうなんですよねの この記事もっとすごいのが日本では親に常識があってこそ常識のある子に育てることができると考えられているで子供の振る舞いを見れば親がどんな人物かわかると思ってるので親がちゃんとしてる世に言う親の顔が見たいいうやつでそう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 いうことですそう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 そ 日本人は子供であることを言い訳に、うん、礼儀やマナーの教育をおろすかにすることはない子供やからと言って <laughs> えっと許してくれない例えば電車の中で走り回って暴れとる、うんうん、子供やからしゃあないやんと考えるのが中国の人なんですそれを注意するのが日本人なんで、うん マジでってなってるこの記事読んで <laughs> 走り回ってる子もいるけどねそれで言うとね日本人はあの親は自分の子供がマナーやルールに反したことをしたら、うん、ちゃんと怒る、うん、何やったら他人の子でも怒るって書いてあるでこれ読んだ中国人が えって一方でラジオ機の皆さんで石田さんそうは言うけど最近のお父さんお母さん周囲専攻もいるでと思ってる方もいてはると思いますよね日本。けどこの中国の TikTok の会社は日本人は割とそうやでと全員とは言わんよ割とそうやで逆に中国はほとんどせえへんやんとこれ逆読みしたら中国では子どものしつけの教育 マナーとししてその教育しない、うん、で親が社会のルールを教えない親に常識がないで、えー、他人の子はもちろんやけど我が子にもルールやマナーに反が反した時に怒らない。うんうん 逆に言うとそういうことなんですよそれが問題やと言い出した習近平さんは僕これは判断は間違っているまあでもそうでも国でルールを決めないともういよいよコントロールが効かないというかもうとんでもない国になってまうぞということでそうだそうねそれとまあけど逆逆から言うけどそういう子供にまず勉強勉強言わんとまず常識を身につけさして 勉強はほどほどで、うん、頭の栄光はまたそれは伸ばしちゃったらええし、うん、で子供にお金をかけない実はねこの15年間で子供にかけるお金4倍になってるんですよで一、えー、人すごいよ、うん、子供一人育てるのに3200万かけるんですよ中国の人うんうん、うん、でも中国の場合だったらそれをかけられる人とそうでない人の差はすごいあるですよねう、うんうん、うだからそれもあかんので、うん、まず常識を持った上で、うんえー、教育拡散もなくしていこう もともとの中国ってそういう国やったやんかと平和、うん、をやったやんかというのが習近平さんの考え方なんですよ、うんまあ、もちろん習近平さんの例えばその、ね、集中的な権力を持つことに対する賛否っていうのは世界中ではありますけれども<る>その部分だけを読むと、うん、そ,そんな間違ったことを言うという感じじゃないですか。 その上で、中国共産党のよう、いうことを聞く方にしてくださいと。ということですよね。最後はちょっとそこあるけど。ね、それ行くまでは。うん、まあ、そりゃそうやろうな。<laughs> <laughs> まあ、で、最後の最後のところの要素っていうのは、非常に大きいんでしょうけどもね。うんうん、あの、その党の言うことをしっかり聞くように。親の言うことが、機関公安党の言うこと聞くから。ういす <laughs> <laughs> はい。さあ、それでは続いていきましょう。続いてはこちらでございます。さあ、法制審議会で。 保釈中の被告人に何 GPS 装着を強制というところでございます。まあそうかという感じなんですけど、最近あのまずねあの僕その結構保釈と釈放を勘違いしてる人がようさんいるある。まずここから判決なからだから。そうですね。保釈と釈放。なるほどね。うん。釈放というのはもう前もう無罪放免とかそういうことですよね。もう起訴争辺とかそういうことなんですけども、まあ保釈っていうのは 捕ままりす有罪が確定する確定したら刑務所入る人は入る執行猶予をつく人はつくなんですけど確定するまではいわゆるシャバにおってええよっていうのが保釈ですわ。っていうのは基本的には推定無罪の力が働いてるはずなんですよその被告人には。だからまあしゃで実生活普通の社会で暮らしてくださいねと。確定したら 入ってくださいねっていうのが保釈ですよね。ただ、とはいえ、あの、ま逃げたアカウントと。まあ、裁判中のミリオン。ですから。逃げたアカウントと。逃げへんためには、何したか、また、唯一保釈金っていうのを積んでたわけですはい。で、これは、だから、あの、その人の経済力。とか、まあ、罪の大きさにもよるんですけど。例えば、ある人保釈金が百万。お前、もし逃げたり。出頭命令に従えへんたりしたら。募集すんのと。 なった時に百万みたいな俺ちゃんと押しようという人と、もう百万やったら逃げたらいう人がおるんで、人によって軽重するわけですね。お金持ちお金持ちとかお金たくさんある人はその保証金もちろん金額上がるわけでしす。もちろん億単位になる時もありますね。何億のがカルロスゴーン被告とかですそうだったんですよね。昔の糸満事件の時の被告なんかでも億単位でした。でこれは没収あのもし言うこと言うことがいくつかあるんです。俺言ったところに俺 例えば決めるんですよ。あなたはもう常にまあもちろん出てもええけど家におってねとで家以外のとこ住んであかんでとだから自分のベースはそこに家にいてくださいともちろんいろんな事情で家に住めない人がいるんでその場合は例えば決めた保護する人とかここですよとかでもう一つはこれ当たり前やけど証拠隠滅をしちゃダメよ逃げちゃダメよなんですが。 このダミオダミオの中で保釈金没収だけならみんな逃げ,、うん、逃げるつが多かったんですよで、うん、保釈が増えてた、うん、僕らが裁判所の記者やってる時って保釈ってなかなか認めてもらえなかったんですよ、うん、で最近割と認めてもらえる、うん、あのこの10年ぐらいで保釈の数っ非常に高くなってこれはまああの本来保釈すべきだ あのカルロスゴーン被告が言ったように、えっと日本の場合は人質司法と言われることが非常に強いというふうに言ってますよね。少なくとも起訴したら捕食すべきなんですよ。ところが日本の場合起訴して初公判で、であなたはこの罪を認めますかと、で認めますって言うたら初めて捕食されるってケースが多かったんです。認めへんなら捕食したらこれこいつあの証拠を逃しおるかもしれんって逃げたりするかもしれんと思うから。 認めますって今で保釈せ限へんけど最近は認めなくても、うん、まあ基本、えー、言ったら推定無罪やねんか、はい、保釈しましょうで、うん、保釈金積んでねやったけどうん、うん、保釈金だけったら逃げる人が多かったんで、はい、ほんで GPS つけようかいう話になってきてるわけはい、はい、で特にそのとはいうもののそのこれ GPS ってどんな形か全然分からへん、ね、わかんないですねこれからの話だからそうですね腕時計型なのかあ<ー>あの 他の国なんかはね足は足首につけるとか言いますよねこれは例えば韓国なんかはその性犯罪性犯罪でも契機済んでんねんけど、うん、またするかもしれんいう人はつけられるんですよね、うん うん、これはだから目立つよな。そうですね。で、まあ一方でほら、まあ前田もそうでしょうし、うちなんかも娘がいるというかね。だか、うん、考えると、うん、特に性犯罪とか非常に再犯性の高いものとか,、うん、と,かというものに関して言うと、そうしてほしいなという気持ちってありますよね,ね、うん。保釈っていう時は、今言ったように基本的には推定無罪が働いてるわけで、やっぱり人権問題としてすごい目立つとこにつけてたら。うん あいつ保釈されてあ街中歩いてるやつやなとなるわけまあ日本の場合特に逮捕されたか起訴されたとかって言うとその時点でかなりネガティブな要素が強くなりますからね,、うんねはい、からまずつけるもんがどれくらい、うん、腕時計にようにた形にして、うん、外れへんやつ、うん、難しいですよね、うん、こうきどんな素材なのかどうぞ、うん、いくつかねあの課題があってそしてとりあえず 最初は国外逃亡しそうなな人間にだけけ条件ととしてをつさいそれ以外の人はとりあえずはねカルロス・ゴーン被告のことがあったからやね国外逃亡しそうな人間がお前は保釈条件としてこの GPS をつけることやとでそれを誰かが監視しますこれまた一つの課題誰が監視すんのね諸外国なんかは民間企業にそこはやらせてます まあ、警備会社とでどこに行ったらあかんっていうふうにするか、うん、例えば国外逃亡っていうんであれば空港か港ぐらいですか,、はい、かな、うん、あかんのあそうかいや。出やすいところ、ね、出やすいところ <laughs> で,、うん、でそれ言われたら「お前だから空港と港は行ったらあかんぞと」と、うん、言うて GPS つける、はい、で、その人間をどっかの民間機器はずっと監視してる、うん、で 空港一頭でとなった途端に警察がバッときて捕まえたこのイメージですそうですねあのそれで言うと今これだけ技術も発達したらね目立たずなんとかなあの腕時計タイプとかって開発できそうな気もすると思いますけど足首タイプだろうがんか体に埋め込んだりとかもできそうじゃないですか。 あの他の問題が出てくるから僕は腕時計タイプやと思うんですよね,、うん、ねあの病院入った時に巻くやろはい、はい、巻くんですよ、ね、なからしいですね出るときハサミで切ってもらう、うん、あれのハサミで切れへんタイプとかさね、まあどうなんですかでもあのこれあくまで等身ということなんですけれども、うん、石田さん可能性としてみるとこれは僕100%やると思いますあ、そうです、うん、ただその今言ったハードの課題とソフト面ではこれ誰が監視するい 課題があるんで、ね、法律的にはできると思います,すね。はい、多そうでございます。時刻6時40、まもなく7分になります。上泉雄一のえな金曜日時刻まもなく6時48分回りましたニュースの深掘り突っ込み解説石田英二さんとともにお送りしております。では続いていきましょう。ファミリーマート。 郵便局内に無人決済店舗を設置ということで、ねうん、朝本当にファミリーマートでばったりと石田さんと会ってそう、うん、あのー、前上層のすぐ近所のファミマに、ねはいえー、無人レジが一つだけあってどういう使い方やったかというのはねちょっと A タイプ、うん、B タイプが、まあ、ざっくりとね、はいうん、あって一番すごいのは、まあ、ファミマが一番ね無人、うん 顔しようとしてんの。はい。確かに多いですよね。無人レジがね一番多いんですが。一番すごいのは店に入って、えまあ、まあ、まあ、かごにしましょうか。なんでもいいんだけど。商品を入れていきますよ。その時点で、上からカメラがあって、バーコードを認識してて。入れた時点で、はい、百三十二円。ピッ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 と上がっていくわけ。そんなことできてる。これであ、これこのお茶やっぱいらんわ。戻すでしょう。その時点で、百三十二円ピッて引かれるわけ。 どこカウントしてるんですかお店でカウンというかそうやねお店のねだからお店の機械がで何そのレジのところに行ったらほぼ何ならせんでもええぐらいっはいいくらですって言われるんであそうえあの茶屋町のとこそうだ茶屋町はそうじゃないそうじゃない茶屋町は自分でバーコードを読んでよくあるスーパーとかにもあるパターンですはいはいはい自分でバーコード通してバーコード通してで共通してんのはお金は現金を扱わないということです 今よ。あそうかあそこどうやったっけと思ってでやっぱり入れて最後これオッケーお金払いますょ出だしたらいわゆるあの何ていうかなえっと p a y p a y p a y p a は使えへんならはい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 イいは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 使はい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 は電子マネーはい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 はではい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 いはいははは

取るだけでお金をカウントしてくれるやつかも知れへんんだけどねはい、はいあ。あれ僕やったこないから分からへんんだけど、これめちゃくちゃ増えてるじゃないですか。うん、<で>増えてますよね。うん、あのー、面白いのがね、ファミマさんが一番その増やしてるんですよ。うん、で、まあざっくりやっぱりみんな一番気になるのは万引き増えます。そう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 。あれ増えてへんねて。はあ だから石田さんが今言ってくれた自動でやるシステムって今すごいなんか進んでるからむしろそっちの方が人目よりか安全だったりするというかセキュリティがちゃんとしてるっていう。なんやろう、まあそうなのよ、うん、であのピッて音するから余計にあの金払ったらね、うん、シャリーンって音するじゃんはい、はい、それが気になるただ日本人って昔からあの田舎の道であの野菜売ってるやん。ありますね。味のああります <laughs> あれ 黙って持ってて持いく人あんまれへんまへやろあと自動販売機とかでもお金取らんと、うん、あの夜中でも「赤赤電気ついてるの」ってう,ん、そう言われますよね。そうで無人で言うたら最近ちょっと話ずれるけど、はい、僕最近めちゃくちゃ思うのがものすごい無人餃子店が増えたんですよ。<laughs> らしいですね。めちゃくちゃ増えてる。でも、まあのはっきり言って「しいね」どこまでええねんけどそれもいろいろあんねんけど、うん、僕の近所にあるとこなんか1,000円なんですよ。うん 価格で冷凍庫から結構コスト入ってたわ餃子取って1,000円をどうするか言ったら最先コみたいなとこにそんんななアアアナナナロロログググですかそれは取ろう思たらさ取れちゃうわけさまあ悪意があればね悪意があればでも成立してるっていうことはゼロとは言わんけどほぼないんやろね。ということでしょうね。 それこそさっきの中国の教育じゃないけど日本人はようマナーやっぱできてるんやと思いますわ絶対だからねちょっと前にまさに行政だやったと思うんだけど盗んだ言うて捕まってニュースになってたん人無人販売所の行団盗んでニュースになるくらいやからまあそれだけやっぱり順法意識が高いのもあるんでしょうねねええとまあいろいろメリット分かりやすいですねまずその人件費で言うと どこまで使ったら取れんのかちょっと僕分からへんけど導入費があるやんか例えば初期コスト考えたら10年使うのはもと取れへんなのかそれは僕分からへんでやっぱ人件費よりも人手不足やろねもうやってくれる人がいいなコンビニはね人手が不足してるあとはそのスペースが実はね少なくて済むんですよ人がおるよりど。 あのそれこそ100均とか行くと今あるでしょそう今すごいですよね無人レジがで一人だけあの分かれへん人用にそうそうそういてはるけどおさん兄がい僕分かれへんであれ最初ね最後ペイペイで払うのがどうやって払うか分かれへんほなこのこれでキュッて握るんですみたいなピッて自分でやってくださいってあれちょっとなんかレジ係になったりで嬉しいですよね自分でピッターのバーコード通すのね子供絶対好きやる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 や スペースが非常にうさを置けるというスペース、はい、であと、まあ、大きいのがやっぱりコロナの異常でしょうね非接触、うん、で、まあ、これが大きいでデメリットはというとわ、うんまあ、かりやすく言うとできないい人がいるなあ、まあ、そうですよね特にやっぱりご年配の方とか扱いが、うん、でしかもこれ石田さん多分どうなんですかターゲットはそのいわゆる都心部そう田舎、うん、どうですか都心部です 完全にファミマは都心からやろうとしてるさっき前田がちょっと言ってたけどやっぱしねコンビニでも人と会いたいという人がいてるわけさ特に地方の行くとそこがもういろんな憩いの場というか全てのステーションを兼ねてる時ね。郵便だって郵便局も銀行も役所も兼ねてる今できるからねいろんなもんそこに行くといろんな人がおるからとなった時にそこに人がおれへんっていうのは。 いややん。うん、あのいわゆるワンストップ化できて一、うん、つのところで全部やってくれるところでなればなるほど、そ<う>人はいてほし,しい。いてほしい。だから都心部からやっていくんですよ。うんで 都心部でもビジネスからやってるみたたいいいでですねももうしそれこそねコンビニエンススターの無人化ってここ5年ぐらい10年一気に技術的なもの進んできたのがあるじゃないですか本当にもう店舗自体にしておかずに石田さん言うたように何ならバーコードで読み取って出ていく時も何そのまま出てっても自動決済できてるぐらいの決済するカードとかをちゃんと登録するから出ていく時に財布なんかがピーンって入ったみたいな。 ぐらいまで技術的には進んでるわけで,すよ、ね、できるねできるんです、うん、だからやっぱ,やっぱ人とのあのコミュニケーションも残しておきたいっていうのもあるしう、うん、そうですねあとねり苦手な人にとって、うん、あの僕もあんねんけど、うん、やった時に何もたもたはしとんねんて後ろからなぁあ,ありますねはい、はい、圧を感じてないあるありますありますこれはやっぱり慣れるまでは、うん あるやんスマートフォンのいわゆる電子マネーを決済するときにどこに入ってたっけどっかでもさっき言した子よねが遊びキするっていうのもあるしもうでもじっとしとけうでやりたいからでもいうようにファミリーマートが郵便局内にそういうのを実験的に置いていくということですから世の中の流れはそっちに向かってるるうのあでしょね今キャッシュレスがそもそも3割らしいんですよコンビニでキャッシュレスで払う人が。 うん、そういう人たちはほぼターゲットでしょうね。はい、はいえー、時刻六時五十六分回りました。